サウスフェリー、ホワイトホールストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄の乗り換え駅で、マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトのバッテリーパークにある。IRT ブロードウェイ -7 番外線と、BMT ブロードウェイ線の乗り換えができ、以下の運行系統が乗り入れている。以前は相互に連絡していない2駅に分かれていたが、2009年に、新サウスフェリー駅が完成して、 ホワイトホールストリート駅との間に連絡通路が設けられたことで1系統、N 系統、R 系統及び W 系統を自由に乗り換えられるようになった。しかし、2012年のハリケーンサンディで新駅が大きな被害を受け長期閉鎖に追い込まれたため、2013年に旧サウスフェリー駅との間に連絡通路が増設し、旧駅を仮駅として営業していた。その後、 新駅は2017年6月27日に営業を再開した。この駅はサウスフェリーの名を冠する駅としては3代目で、2代目は1905年に開業して2009年まで IRT ブロードウェイマイナス7番外線と IRT レキシントンアベニュー線が運行していた。初代は1877年に開業して1950年まで、 IRT9 番外線、6番外線、3番外線、2番外線が運行されていた高架線の駅である。ホワイトホールストリート北口はアメリカンインディアン博物館横のストーンストリートにある。RK 東北駅の目の前、南駅のすぐ裏手に出る。ホワイトホールストリート駅南口はホワイトホールストリートの東側。 ウェストストリートとウォーターストリートの間にある。r 系統機体機のすぐ裏手、南港の目の前に出る。旧駅、サウスフェリー駅はラケット型ループ線上の駅である。過去に存在した IRT 高架線の駅、および2009年以降に使用されている新駅と区別するためにサウスフェリーループス駅と呼ばれる。相対式ホームに面2線を備えるが、ホーム間での乗り換えができず、 外側の IRT ブロードウェイマイナス7番街、線ホームと内側の IRT レキシントンアベニュー線ホームは、それぞれ単独の駅として運用されていた。名前の通り、マンハッタンのサウスフェリーに連絡している。2009年からブロードウェイマイナス7番街線の1、系統は、新しい島式ホームを使用していたが、2012年に、ハリケーンサンディの被害を受けて閉鎖されてしまった。 このため、外側ループ線ホームは、島式ホームの営業再開までのつなぎとして2013年4月4日に営業を再開した。その後、新駅の営業が再開された2017年6月27日をもって、外側ループ線は再度閉鎖された。外側ループ線ホーム2本のホームのうち、最初に、 外側ループ線ホームが1905年7月10日にインターボローラピッドトランジット本線の延伸に合わせて開業した。この時、内側ループ線も同時に建設されていたが、留置線としてしか使われていなかった。1918年7月1日に HK 等の運転が始まると、ブロードウェイマイナス7番外線の列車が外側ループ線ホームを使用するようになり、 ローアーマンハッタンに伸びる IRT レキシントンアベニュー専用のホームとして内側ループ線ホームが開業した。1系統及び9系統などのブロードウェイマイナス7番外線を通る列車は2度の比較的短い期間を除いて開業以来2017年まで外側ループ線ホームを終点としていた。最初は2001年9月から2002年9月の間でこの時は アメリカ同時多発テロ事件の被害により、チェンバーズストリート駅以南への通り抜けができなくなったためである。二度目は、新駅開業による休止期間である。新駅は、旧駅の元に位置しており、従来できなかった BMT ブロードウェイ線への改札内乗り換えができるようになっている。当駅の外側ループ線にはかつて終日位置系統が停車していた。 外側ループ線ホームは5両分しかないので、重量編成の1系統列車の後ろ5両は乗降できなかった。さらに、線路のカーブがきついため摩擦低減用の潤滑スプレーノズルが設けられているものの、列車は大きな金属音を響かせながら低速での運転を強いられた。このカーブのためにホームとドアの間の隙間を埋めるかどうステップが設けられていた。 稼働ステップは閉鎖時点では自動化されていたが、以前は手動で、しかも互いに目が届く範囲に収まるように作業員と少なくとも2名の列車乗務員が必要だった。また、乗務員は長さ4、5フィートの木製レバーを引いて稼働ステップを操作する作業員に合図を送らなければならなかった。こういった特殊な運用をなくして一般の鉄道駅同様の運用ができるように、 するため、きついカーブを避けて重量編成に対応した、島式ホーム1面2線を持つ新駅が建設された。または、新駅により乗車時間が4から6分短縮され、ピーク時の1系統の列車密度を、ループ線の毎時16から17本から毎時24本に、引き上げることができるとしている。このホームの出口は、スタテンアイランドフェリーホワイトホールターミナルの中にあり、障害を持つ、 アメリカ人法に基づいた障害者対応駅になっていなかった。もともと出口はフェリーターミナルに向かう階段2本しかなかった。対照的に以前の駅は完全な障害者対応駅で入り口も3つあり、メインの入り口はフェリーターミナルビルのエントランスの向かいにあった。2012年10月末のハリケーンサンディの襲来で新駅が浸水して大きな被害を受け、 復旧のため2016年まで閉鎖に追い込まれたことから復旧までの間レクターストリート駅に到着した列車をアップタウン方面に折り返すために外側ループ線が営業に復帰することになった。または数ヶ月後には1系統からスタテントフェリーへの接続のためループ線ホームの営業を再開することを決め2013年4月4日には ホワイトホールストリート駅への連絡通路を新設した上で再開の運びとなった。その後、新駅の改築が終了し、営業を再開した2017年6月27日をもって、外側ループ線は再度閉鎖された。ホームには多く作りのチケットブースとセルフワインディング、クロックカンパニーオブニューヨークが製作したオーク製の時計があった。記録によると、 すでに取り壊されたチケットブースには天井にボザール様式の彫刻が施されていたという。ホームにはハインラファージュがサンセリフ体でデザインした駅名タイルがある。壁には小さな白い正方形のタイルが敷き詰められており、下部91センチメートルにはマーブル模様があしらわれている。また、上部に向かって並べられた15枚の統制飾り額には、 ニューヨーク構内のスループが描かれており、駅の立地や用途を表現している。壁の上部には果敢に囲まれた駅のモノグラムがあしらわれ、壁と天井の境目にも、陶製の装飾が施されている。駅出口には、またのアートデザインディレクターだったサンドラ・ブラッドワース作の壁が、サウス・セールズが飾られている。 内側ループ線ホーム内側ループ線ホームは1918年7月1日に開業し、外側ループ線ホームから IRT レキシントンアベニュー線の列車が移された。外側ループ線よりもさらにカーブがきついため、ホームのドア部分にアーチ型の開口部を設けた上で中央のドアのみ開けるという運用が取られた。1950年代以末に、 IRT の車両のほとんどが中央のドアのみ開けることができない R 型になったため、夕方または週末にサウスフェリー駅止めとなる5系統やシニアに、サウスフェリー駅止めとなる6系統は、外側ループ線を通るように運用が変更された。平日に運転されるボーリンググリーンマイナスサウスフェリーシャトルは内側ループ線ホームを通って、 ボーリンググリーン駅の西側ホームに向かうルートで運用され続けていたが、1977年には内側ループ線ホームは閉鎖されて、歴史ン,ンアベニュー線の列車も外側ループ線ホームに停車するようになった。1960年代末からは特別改造を受けたある12電車が内側ループ線の閉鎖まで運転されていた。この車両は最初に 片側3カ所のドアの内車短足の2カ所を開き、続いて中央のドアを開くようになっていた。また、内側ループ線と外側ループ線の間で乗り換えはできなかった。その後、内側ループ線は平日夜と週末にボーリンググリーン駅止めになるも、系統の折り返し線として使われるようになった。新駅サウスフェリー駅は、 IRT ブロードウェイマイナス7番外線のみ、停車する、島式ホーム一面二線の駅である。二本の線路は、ホーム南端の車止めで終わっている。この駅は、サウスフェリーループ駅の代替として新設され、折り返し駅として運用されていたが2012年10月8日に、ハリケーンサンディによる被害により営業を、休止、2017年6月27日に再度、 営業を再開した。ループ駅とは違い、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅だけがあり、歴史認定アベニュー線の駅はない。新駅は、ループ駅の近くに障害を持つ、アメリカ人法に準拠した障害者対応駅として建設された。重量編成に対応した2線の終端駅で、すべてのドアが開くようになっていた。新駅は通りに面した入り口が3カ所あり、 BMT ブロードウェイ線のホワイトホールストリートマイナスサウスフェリー駅への自由連絡通路が設けられた。ピーターミヌイットプラザは2010年5月に完成した。建設2003年に新駅建設のための予算が割り当てられ2005年から建設が始まった。当初は新駅を建ててもコストがかかる割に所要時間短縮につながらないとして 反対の声が上がっていた。2005年12月8日に、ニューヨーク首当局は建設現場で200年前の石壁が発見されたと発表した。考古学的な調査により、マンハッタンに現存する最古の人工構造物であるということが広く報道された。結局、建設現場から4つの壁と25万点以上の遺物が発掘され、壁の一部は、 キャッスル・クリントンに仮設展示された。2008年12月11日には、ニューヨーク・タイムズとニュース専門ケーブルテレビ NY1 が、新駅の基本的な建設工事が終了したと報道した。新駅には溶融ガラスや、ストーンモザイク、ステンレスのフェンスからなる、シート・スプリット、シート・チェンジという記念碑的芸術作品が展示された。この作品は、 ダグスターンとマイクスターンの手になるもので、マンハッタンの致死を表現しており、メザニンに展示されている。当初の予算は4億ドルであったが、総額5億3000万ドルになった。そのほとんどは、連邦公共交通局のワールドトレードセンター再建のための助成金から賄われた。2009年1月に、ホームと線路の隙間が広すぎることが発覚して、開業が延期になったが、 改修の上2009年3月16日に無事、開業した。遅れの理由としては、他にも、駅構内での水漏れなどがあった。地下鉄駅の新設は1989年に、IND63 丁目線で3駅が開業して、以来であった。2009年4月16日には、またキャピタルコンストラクションが、駅の上、地上部分のピーターミヌイットプラザの再建について、 タリー・コンストラクション・カンパニーとの間で1920万ドルで契約を結んだ。駅建設時に発掘された石壁の一部が、駅エントランスの壁に永久的に埋め込み展示されることになった。ニューヨーク市歴史建造物保存委員会委員長のロバート・ティアニーは、この壁はかつて17世紀末から18世紀にかけて街を守り、現在の公園名の語源となった放題の一部である。 可能性が高いと述べている。ニューヨーク市とニューヨークシティトランジットオーソリティは共同で壁の残り部分をニューヨーク市の歴史的重要遺物として保存することを計画している。ハリケーンサンディ2012年10月29日にシンサウスフェリー駅はハリケーンサンディによる高波で水没し大きな被害を受けた。駅は鮮度は オロかメザニンまで海水に浸かり、また元会長のジョセフ・ロータの言葉を借りれば、巨大な海水魚水槽になってしまった。侵入した海水の水位は24メートルにもなった。このため、複合駅の新サウスフェリー駅部分は再開時期、未定で閉鎖されてしまった。または、復旧には6億ドルを要し、2016年までかかると見積もった。これを受けて、新駅の復旧、 営業再開までのつなぎとして、サウスフェリー・ループス駅を営業に復帰させることになり、その準備ができるまでの間は、レクターストリート駅が終点とされた。サウスフェリー・ループス駅は2013年4月4日に営業を再開した。この工事で、改修や信号機室の移設、水密化が図られることになっている。2014年12月8日に1億9400万ドルの 契約が結ばれ、駅の再建が進められた。再建に合わせて、すべての出入り口に引き込み敷水板が導入され、通気口、マンホール、ハッチ、コンジット及び関連するダクトの水密化や、駅の清掃が行われた。最終的な改装費用は3億4500万ドルであった。ハリケーンサンディの襲来から4年8ヶ月後、2017年6月27日に、 新駅の営業が再開された。また、クラークストリートトンネルの週末の長期的な閉鎖のために、週末の2系統が2017年6月から2018年6月までの約1年間サウスウェリー新駅に乗り入れていた。サウスフェリー駅への乗り換えが始まる前の、W 系統の R40 電車4252号車、BMT ブロードウェイ線ホワイトホールストリート、 マイナスサウスフェリー駅は、島式ホーム2面3線の駅である。両サイドの線路を通る列車は、モンタギューストリートトンネルを抜けて、ブルックリンクの BMT4 番街線方向に向かう。中央線は W 系統と夜の R 系統、タンク間列車が使うだけで、駅の両端で、両サイドの線路に交流している。IRT 歴キントンアベニュー線ボーリング、クリーン駅の下を通るため、 地下深くに設けられている。IRT ブロードウェイ -7 番外線への改札内乗り換え通路は駅の南端にあり、北端には出口が設けられた。どちらのホームも幅が約12-15フィートで、これに合わせた幅の狭い階段がホームの全長にわたって何箇所か設けられている。このため、IRT ブロードウェイ -7 番街線は車椅子対応になっているのに対して、 BMT ブロードウェイ線は北洋になっている。駅の南には一体のベルマウスがある。これは建設されなかったモンタギューストリートトンネルの南でイースト川を渡るトンネル用に設けられたもので、ロングアイランド鉄道アトランティックアベニュートンネル、またはブルックリンク内の他の通りの下を通ってリカルブアベニューバイパスに向かうことが計画されていた。さらに南では BMT ナッソーストリート線ブロードストリート駅から立体交差して合流している。また、駅の南のナッソーストリート連絡線にモンタギューストリートトンネルからの非常口が設けられている。これは、ナッソーストリート線が建設される前に計画専用のベルマウスに非常口を設けたためである。このベルマウスは、ナッソーストリート線が1931年に 全線開業する際にナッソーストリート連絡線が強用されるまでの何年かは見ることができた。開業後、1920年5月にブルックリンクへの連絡線が開通するまではブロードウェイ線の終点だった。サウスフェリー駅に関するカテゴリーホワイトホールストリートマイナスサウスフェリー駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。